塚さん、はい、お疲れ様です。お疲れ様です。動画回してます。はい、マネージャー突撃インタビューです。第2弾インタビューよろしいでしょうか。はい、お願いします。それでは早速いきます。はい、今撮影中の合間ですが、うん、何という作品名ですか。私と夫と夫の彼氏という作品です。役名は何でしょうか。役名は漢字違いますけど同じで勇気。どんな役柄でしょうか。どんな役柄、そうね、どんな役柄、まず、僕は、堀田茜さんと結婚をしている役柄なんですけど、結婚をしていて彼女のことを人としてものすごく好きなんだけど、実は、同性にも興味があって、別の男性と不倫をしてしまう役を演じてます。一番好きなシーンは。好きなシーンはまだね、この突撃インタビューまだ撮影の途中だからまだ全部撮ってないんですけど、好きなのは、結構この作品、僕が演じてる勇気ってすごく悪く見えると思うんですよ。なんか実際こう2人の人とお付き合いをしていたりとか、なんか一見こう悪く見える部分もあると思うんですけども、よく見てほしいのは、人として誰かを愛すこととか、その例えばお付き合いをするとか結婚をするとか、まあその不倫をするとか浮気をするとか、こう人それぞれいろんな形の愛とお付き合いの仕方がある中、なんていうのかな、第三者がこうどうこう言うことじゃないみたいな、なんかこういろんな形の愛とお付き合いと結婚の仕方があるよねっていうことをこう表現している作品でもあるので、それこそ本田くんが演じてる役とか、ポリアモリーっていう、まあ、いろんな人を同時に好きになるみたいな役で、でまあそういう作品だからこそ、彼が一見悪そうに一般的なその考えからすると悪く見えるんだけど、実は堀田茜さん演じる美咲ちゃんのことをすごく本当に愛してるんだっていうのが伝わるシーンが結構出てくるんですね。だからそこを見逃さないように見てほしいというか、だからどのシーンっていうよりもそういうそこかな、ちょっと説明すごく難しいんですけど、その彼女を人として愛しているんだっていう部分が最初は理解しづらいんだけど、徐々に見ていくうちに理解していけるようになると思うんで、そこをちゃんと見てくれると嬉しいなと思いますね。はい、ありがとうございます。一番好きなセリフは何でしょうか。好きなセリフ、好きなセリフありますね。なんかもう一つのテーマが、まあ一見なんか不倫とか浮気とか、あとまあ同性愛とかそういうことがテーマになってる中、もう一個のテーマが幸せとはみたいな、いろんな形が幸せがある中で幸せとはどういうことなのかっていうことについて僕が語るシーンがあって、その中で出てくるセリフがすごく好きで、でもまだ放送されてないかも、この動画見るときには、だから具体的にはちょっと言うのやめようかな。でもそれが好きなやつで、結構長ゼリフでこう喋るんですけど、まあそのセリフっていうよりもざっくり言うと、なんか僕自身がそうだったんですごく共感したんですけど、例えばこう何か食べに行くときに、友達とかと例えばなんか今日ランチしようよって言ったとき、僕は何を食べるかを結構相手に任せちゃうっていうか、僕の友達が例えばパスタ食べたいって言ったら、僕もその友達が食べたいものを食べてるから幸せみたいな、自分が食べたいものを食べてるから幸せじゃなくて、
相手が幸せだから俺も幸せっていうこの考え方が果たして正しいのかどうかとかいうセリフが出てくるんですよ。で、実はそれは身勝手で無責任なんじゃないかみたいな、それがすごく僕は共感できて、僕もどちらかというと相手が幸せなら僕も幸せって考えてしまう人間なんですけど、でこれって僕が昔撮った映画で脳内ポイズンベリーっていう映画が出てくるんですけど、それともちょっと似てて、あれも確か最後に出てくる重要なセリフがなんか誰といるかが幸せじゃなくて誰といる自分が幸せかどうかみたいなセリフが出てくるんですけど、結局はこう自分がそう思えるかどうかみたいな、他人任せじゃなくて、でその幸せの感じ方を自分で感じられるかどうかみたいなシーンが出てきて、それが好きなので、でもまだ放送されてないから具体的なセリフは言えません、はい、ありがとうございます。一番大変だったシーンは、まあ、現時点撮影中だと思うんですけど、現時点で大丈夫です。